プレイステーションプレイステーションポータブルプレイステーションポータブル GO、プレイステーションポータブル GO はソニーコンピュータエンターテインメントが2009年10月1日に発売した携帯型ゲーム機プレイステーションポータブルから UMD ドライブを省いた機種であり PSP の姉妹機にあたる2009年6月アメリカで開かれたコンピュータゲーム見本市である エレクトロニックエンターテイメントエキスポにて発表され、北米、欧州では2009年10月に、日本では同年11月に発売された。記録媒体はメモリースティックマイクロと本体内蔵のフラッシュメモリのみ、利用できるソフトウェアはダウンロード販売経由に限定されている。 2011年4月20日に出荷終了が発表され、以後は在庫分のみでの販売となる。様々なコンテンツをより手軽に持ち出せることに着眼し、開発された。大半の機能は、従来の PSP と変化はないが、以下の点に変更が加えられている。PSP5 の使用は、以下の通りとなっている。 あくまで PSP のバリエーションの一つという扱いであり、従来型の PSP と並行して販売されていたため、単純な売上台数の比較はできないが、日本では初日の売上は約3万台でその後の週間売上台数も PSP 全体の10%以下が大半となっていた。これに関してはなどがアナリストなどから指摘されている。 価格に関しては2010年10月26日より16,800円に値下げされ、従来の PSP とほぼ同額となった。その週の日本での販売台数は3,031台と、前週の924台からは大幅に増加した。しかし、同週の従来型 PSP の売り上げ38,874台であり、以後も主流になるには至らなかった。 最終的には販売台数や PSP の次世代型携帯ゲーム機となる PlayStation Beta の準備などのため2011年4月20日に従来の PSP の生産は続けたまま、PS、p s p 号の出荷終了が発表されることとなった。同製品のサポートも部品の確保が難しいという理由で2016年7月末をもって終了することになった。 ありがとうございます。